ブチャラブチャラ。新春ジャイアントシリーズのプログラムにも表紙を飾っています。全日本プロレスもスケールの大きい完全復活のブッチャーに敬意を表したようであります。さあ強いぞ強いぞ、新春マットの主役が躍り出るアブドラゾブッチャー、大変な張り切りぶりであります。本領発揮の場を与えられたらそれだけのことはやってのける、これがプロのレスラーです。来ました、リングサイドにやってまいりました。しかも今回の来日 TNT アサシンとコーブンを引き連れての来日、あの来日第一戦輪島をまるで子供扱い、相手にしませんでした。今夜はジャンボ鶴田が狙いです。そしてジャイアント馬場との一騎打ちもアピールしています。アブドラザブッチャー、右サイドに TNT、 60分の一本勝負の試合です。本日のレベント幕内60分一本勝負を行います。アブドラ250分の TNT、 ブッチャー軍団 TNT、 結婚堂で全日本マットを制圧か。ニューブッチャー貫禄十分、アブドラザブッチャー、アブドラ250分のミステリアスな歌舞伎ムードで人気もまた出てまいりました。グレート歌舞伎、目指せ栄光のチャンピオンロード、ジャンボ鶴田。さあ、あの暮れの最強タッグで全日本マットに復活したアブドラザブッチャー、この88年新春から本格的に全日本プロレス乗っ取り構成に絶好調でございます。しかも全日本正規軍、この鶴田軍団、それから天竜同盟に対してブッチャー軍団でアピール、まさにこの山さん貫禄の実力闘争ですね。そうですね、それも中途半端な連中ではなくて、はい、かなり強力な助っ人2人引き連れてやってきた、これは明らかに軍団ですね。そうですね、第3の軍団はブッチャー軍団と言っていいでしょう。さあ、入念な打ち合わせ、アブドラザブッチャーと TNT、 くせ者なのは TNT、それからもう一つ強烈なパワーファイター、アサシンを引き連れています。本当にブッチャー軍団は層が厚くなりましたね。そうです、とても実力的にもね、はい、高いですよ。そうですね、まずは鶴田軍団の方は歌舞伎が先兵役を務めます。歌舞伎が大いにこの TNT を動かしておいて、そしてブッチャーを連れ出してジャンボ鶴田に託すんではないでしょうか。さあ、先兵役として大いに暴れなくてはなりません。ザ・グレート歌舞伎に対しまして、まずはアブドラザブッチャーが入ってまいりました。あっと、左の肩ショルダータックル、歌舞伎を投げ飛ばしました。戦力アップ、グレードアップ、肉体もアップ、140キロのアブドラザブッチャー、誠に豪快。いや、激しい、今夜も火花が散りそうな勝負ですね。山さん、非常に連携がいいですね。そうですね、歌舞伎がちょっと的にされてしまいました。さあ、ブッチャー何するものぞ。年頭決戦でいきなり天竜原組を撃破したジャンボ鶴田、今控えに回ってますけれども、試合の後ジャンボ鶴田はタッグ2冠統一の野望を宣言いたしました。さあ、そのためにもこのアブドラザブッチャーのストッパーを買って出なくてはなりません。さあ、いいタッチです。ザ・グレート歌舞伎からジャンボ鶴田、声援が起こりました。オリンピックイヤーにふさわしい今年の鶴田は非常に強気であります。タッグ2冠統一の野望を宣言した鶴田でありますけれども、山さん、2冠宣言ということは天竜原の世界タッグ、それからザ・ロードウォーリアーズのインタータッグのことでしょうね。そうでしょうね、まあね、時の勢いに乗ればね、はい、実力は十二分にあるわけだし、はい、今までやっぱり一番ね、鶴田選手のウィークポイントって言われてるのはね、こう自分を抑えてしまうっていう、はいはい、それがね、天竜選手のね、革命でね、こういうパワーが出てきましたからね。そうですね、さあ、鶴田とアブドラザブッチャーだ。今年デビュー満15周年を迎えるジャンボ鶴田は、去年の天竜が革命を宣言した時のように積極的に大野望をアピールし始めました。その手始めがこのアブドラザブッチャー戦であります。さあ、インターヘビー級でも対決することになっておりますが、ここは前哨戦、ジャンピングニーパット、140キロを倒したのが紛れもなくジャンボ鶴田だ。素晴らしいジャンピングニーパットでしたね、山田さん。やはりね、こういう技だとね、さすがのブッチャーも倒れますね。そうですね、この勢いでいきますと天竜同盟をこの精神的また気持ちの上でも圧倒することが可能であります。さあ、
思い切っていきます。鶴田が思い切って青ドラゴンボッチャーの下へ目がけましてキックを連発、また助走をつけて連発。さあ一発もう終わりましたね。流血ですね。またまた流血戦でありますが、鶴田の勢いの方が勝っている。その前側に TNT がいる。 TNT がいる。さあアバタラドッチャーをガンガン打ちまくる、まあ、インターヘビー級の鹿児島決戦 の、の前哨戦でありますので、ここは何としてもピンフォールに取りたいジャンボ鶴田の心意気が現れてますね。山田さん、そうですね、積極的にあの額にキック、はい、これはもう非常に効果がありましたね、はい。しかしブッチャーだ、本当に強いブッチャー。年頭試合デビュー200試合目の2年目のスタートで大いに張り切っておりました輪島をドッカリ4連発でナックアウトいたしました。ボスの席にいましたジャイアント馬場さんも山田さん、ブッチャーにはこの生半可なファイトじゃ通じないよとこう発言しましたよね。そうなんです、ですからね、ブッチャー調子づけちゃうと大変ですからね。そうですね。さあアボタラズブッチャーとジャンボ鶴田、鹿児島決戦インターナショナルヘビー級ベルトを奪われてなるものか。鶴田もしかし、まあ、気持ちの上では勝ってるんですけれども、このブッチャーの勢いというのはちょっとひるんだ、そういう心の隙を突かれますと怖いですね。そうなんです、ですからね、今日のようにね、先に流血させるのは非常にいい作戦ですね。そうですね、ブッチャー自身がね、いつもの元気がないんですね、はい。悪のヒーローが、まあ、その正月再び花開きました。山さんどうぞ。これからね、どういう風にカムバックしてくるかですね。まあなかなかね、参ったように見えてもタフですからね。そうですね。またヘッドバットを合わせてまいりました。この山さん、アボトラブッチャーの一挙手一投足は観客をも増水させる、このブッチャーの悪の魅力というのは本当に素晴らしいものがありますが、さあそのアボトラブッチャーの弟子 TNT 鉄魂堂です。鉄魂堂の攻撃、鉄拳を振るいます。さあジャンボ鶴田の下を割るかどうか TNT、 おーラリアットだ。勢いをつけて胴体で合わせるかのような鉄魂堂プラスラリアットであります。その TNT がもう非常にいい、いやすごい構えから思い切ってのぞつき地獄的に出てまいりました。これはもうぶっちゃ譲りですね。山田さん、そうです、ね、今はね、鶴田選手の耳を狙って打ち込みましたね、はい、正面からアブドラザブッチャーの巨体140キロ186センチ、ジャンボ鶴田がストッパー役になれるかどうか。もうジャンボ鶴田も懸命なアブドラザブッチャー作戦でありますが、ジャンピング2カットで、先制いたしました。流れを掴んでおりますけれども、場外の対決になりますと、アブドラザブッチャーがもう猛烈な暴れっぷり、場外パフォーマンスを演じる今夜のアブドラザブッチャー。ブッチャーがもう死ぬほど燃えています。ブッチャーこそ真のプロレスファンに夢を与えてくれるレスラーと言っていいんではないでしょうか。ブッチャーの動きを山田さん見てますと、改めてプロレスの醍醐味を感じますよね。そうですね、まあ、いわゆるそのプロに徹しているというファイトですね。そうですね、両選手が狂気を間に挟んでの攻防、まさにアブドラブッチャーのファイトというのはリングと観客がまるでスイングしているような、そういう感覚にさえ感じられます。さあアボタラのブッチャーとジャンボ鶴田が再びリングの中に入ってまいりました。ここでひとまずザ・グレート歌舞伎に渡しますが、場外戦判定をすると山さんどうですか、ブッチャーと鶴田。いや互角にやり合ってましたね、はい、でしかもあの目には目をで、鶴田選手の方も狂気をね、持って、頭をぶちのめしているというところですね、はい、再びこのアボタラのブッチャーのギザギザの額からおびただしい血が流れてまいりました。この血を見るとさらに勢いが増してまいります。アブドラブッチャーのすごい地獄突き、両手で打ちました。さあ白いバンテージが何か不気味です。さあエルボードロップ、この毒針4発であの輪島を倒しました。勝負には負けましたけれども、事実上輪島をナックアウトしたのがこの毒針4連発でした。アブドラブッチャー立ち上がった。ザ・グレート歌舞伎、体が半分しかありませんが、しかし知恵者ザ・グレート歌舞伎、いいところでいいところでジャンボ鶴田に渡します。さあインサイドワークに長けています。ザ・グレート歌舞伎、鉄壁の守り、ジャンボ鶴田と2人の攻撃、再び、流血のギザギザの額にチョップを合わせようとするジャンボ鶴田、また毒針殺法でいった。ブッチャーが前に出てました。大きい体、のしのしと威圧感を感じさせますが、再びジャンピング2パット、2発とも当たってますね。当たってます。ロープが大きく揺れる、3本のロープが大きく揺れる。鶴田から歌舞伎への速いタッチ、クイックタッチで今日は全日本正規軍鶴田歌舞伎、非常にいいタッチプレーだ。おっとフライングボディシザースドロップ、歌舞伎が見せました。完全にブッチャーの動きを粉砕しています。いい作戦ですね、鶴田歌舞伎、ぴったりですね。そうです、こういうふうにね、ブッチャーを倒していけばね、絶対に勝つチャンスが出てくるんですよね。もう倒し回るアブドラザブッチャー、今のところ
作戦は 100%、 100% 当たっています。さあ TNT がおっとうまくタイミングよく離れました。ジャンピングニーパットが両雄パートナーの歌舞伎の喉を捉えてしまいました。リングの外は、ジャンボ鶴田と TNT、 試合の権利のある歌舞伎を狙い撃ち、エルボー毒針一発、王者の風格、アブドルザ・ブッチャー貫禄十分、完全ピンホール。いやもう本当に勝負どころを山田さん心得ているというか、憎らしいほどの落ち着きるですね、ブッチャーは。そうですね、結局あの鶴田組作戦中にあのミスがあったんで、はい、それが命取りになったんですが、このチャンスと見た時のブッチャーのね、異常なまでの落ち着きぶりですね、そうですね。さあアブドラドブッチャーが勝負を握りました。一旦は窮地に追い込まれたんですけれども、この鮮やかな身の軽さ、本当にこのアブドラドブッチャーのスピードレスリングというのは非常に魅力的でございます。ブッチャーを制するのはということになりますと、ジャイアント馬場の山さん32問しかありませんかね。そうですね、あれもね、鶴田選手のいわゆるジャンピングニーの2連発、ね、はい、ジャンピングニーの2連発、それからですね、トップロープからの、まあ、ミサイルキックですね、はい、こういったものが非常に面白いと思うんですね。なるほどね。さあまた場外パフォーマンスがありうるかどうか、勝負の方は8分10秒、体固めで体固めでアブダラボッチャーがグレート歌舞伎をリングの中で葬った勝負でありましたけれども、何しろ歌舞伎いや、ザ・グレート歌舞伎が負けたんではありますが、勝負を引っ張ったのはジャンボ鶴田でした。ジャンボ鶴田とアブドラドブッチャーの鹿児島決戦がもうこの後楽園ホールで始まっているかのような、インターナショナルヘビー級のまずは前哨戦。さあさあ場外パフォーマンスであります。こうなりますと鹿児島決戦は山田さん相当荒れそうな選手権試合になりそうですね。そうですね、今日はね、お互いに意識してね、何か技を隠しているような雰囲気もありましたね、はい、まさにブッチャは今日は、まあ、見方を変えればやられっぱなしというようなシーンがありましたけれども、これはわざとそうしたのかもしれませんね。そうなんです、この辺ね、怖い作戦だと思いますよ。本当ですね、本当ですね。